花言うたろか。これや、足が柔らかい柔らかい時やからな。この裏見て、分厚い分厚い、ちょっとでも痛ないように、ちょっとでも怪我せんように、一生懸命お母さんの歌や。これな、竹や、これ着て、夏暑い時これ着て、上から何か羽織る。藍染めや、ちょっとでも子供がなあ、ちょっとでも涼しいように、まあ汗もがいっぱいできる時やんか。だから子供とか孫が痛いって言うたら、母親やらおばあちゃんが痛かったんや。こういうもんはな、人と衣が一体なんや。今と全然違うやろ。全てのものがものやなかったんや。愛やったんや。